日本大学保健体育審議会、日本大学フェニックス、日本大学アメリカンフットボール部は、日本大学保健体育審議会に所属する、日本大学のアメリカンフットボールチームである。愛称は、日本大学フェニックス。チームカラーは赤。なお、日本大学は学部ごとに異なる地域に、キャンパスが存在するため、日本大学本部直属の保健体育審議会の、 部活動とは別に、各学部ごとに運動部が存在し、アメリカンフットボール部も日本大学フェニックス以外に、各学部に独立したチームが存在するが、関東学生アメリカンフットボール連盟に、日本大学として登録しているのは、ほぼ分離学部の学生からなる、日本大学フェニックスである。練習場は、東京都世田谷区の日本大学アメリカンフットボールグラウンドである。 アメリカンフットボールの大学日本一を決める毎日、甲子園ボールでは、出場、優勝回数が多いことより、東の日大、西の菅学と言われる。両校は1955年の初対決以降、2017年までの通算成績が29試合中、日大17勝、菅学10勝、両校優勝2回となっており、日大が勝ち越している。 この感覚との対決は、日大のチームカラーが赤である、感覚のチームカラーが青であることから、赤と青の対決とも呼ばれている。近年では、2017年12月17日に、阪神甲子園球場で開催された、三菱電気杯第72回毎日甲子園、ボールイコール第9回、全日本大学アメリカンフットボール選手権大会、決勝戦において、 対感学戦が行われ、23から17で、日大が1990年12月16日以来、27年ぶり21回目の優勝を果たしている。パス、ラン、パント等で活躍を見せた、日大 QB10 番、林大輝が1年生として、初の甲子園ボール最優秀選手、及び年間最優秀選手に選出されたことも、特筆される。 対関西学院大学通算51試合対戦成績日大17勝学三31勝3引き分け2018年5月6日に開催された日大関学定期戦において発生した反則タックルの詳細については日本大学フェニックス反則タックル問題を参照ありがとうございます